じゃ。こんにちは。さあ、ゆだかさん。はいよ。ゆだかさんの不得意なクイズです。得意になったか、俺。まあ、ことごとく外すんだもん。クイズって聞いてないぞ。聞いてないですよね。言ってなかったんだよ、今。はい。調べたの、なんか。そうです。なんだよ。あの、プロ野球選手、はい、活躍して、まあ、はい、プロ野球選手が多い出身地。はいはい、どこでしょう、まあ、野手、ね、投手。これはさ、うん、分かりますか。やっぱ大阪じゃないの。まあ、そうなりますよね。いや、やっぱ大阪桐蔭とかさ、うん、まあ、PL とかさ、履正社とか、うん、まあ、結構プロに入ってんなっていうのが、ポンと浮かぶよね。それは、まあ、野手も投手もどっちも。まあ、東京、神奈川とかさ。おお、まあ、主要都市ね。うん、人口が多いし、うん、それなりに強いチームがあるっていうとこじゃないの。ファイナルアンサーでいいですか。いや、ファイナルアンサーでいい。もう正解ですよ。まあ、それは普通、ただね、熊本工業とか、はい、強かった時は熊本とか、うんうん、あの多かったけどね。あ、あれ、鹿児島とかも、なんか多そうなイメージありますけどね。鹿児島だったら俺福岡の方が多いような気がする。ああ、まあまあそうですよね。ああ、でちょっと資料があるんですけれども、まあ出身地別なんですけども、やっぱりね、大阪がダントツの1位で、このパーセンテージで表してるんですけれども、うん、トップ10、1位大阪 8.9%、 で2位が神奈川で 5.3、 だからもう 8.9 と 5.3 なんで、圧倒的にやっぱ大阪多いんですが、100人いたら8人いるっていうことでしょ。そうです、そうです、そうです。だからプロ野球選手っていうのは、うん、その育成も入れたら1000人いるとしたら、はい、80人はそうだっていうことだよね。大阪多いですよね。で、ついでやっぱり1チーム分ぐらいできちゃうっていうことだよね、大阪で。そうですよ、まさに。ああ、で次がやっぱり神奈川です。で、ああ、神奈川と福岡が 5.3% で並んでいて、その次が 5.1 で兵庫で、 4.6 で、東京で、 4.5 で千葉で、ちょっとアメリカが入ってくるので、これ国が違うので除くとして、で 3.7% で愛知で、 3.0% で埼玉、そして 2.9% で沖縄。これがトップ10なんですよ。あ、ちょっとさ、うん、ざっと見る、ざっとちょっとパッと聞いただけだけども、はい、やっぱあれだよね、本拠地があるよね、プロ野球の。あ、そうですね、まあ、沖縄は以外は全部あります。あるよね、全部あります。で、沖縄はキャンプ地としてごっそり来るじゃない、プロ野球選手が。はい、うんうんうん、そういう関係性もあんのかなと思ってさ。あ、ちょっとそれで投手見てみます。投手別の方の地域も。ああ、で投手別、これまあトップ、まあ、ナンバーワンはアメリカなのでそれは抜くとして、2位が大阪、福岡 5.8 で並んでいて、で次が兵庫で、神奈川、千葉、愛知、沖縄、東京、北海道。お、これほとんど本拠地あるよね、やっぱ。北海道もありますもんね。そうだ、やっぱりね、うん、元にあるっていうのは、はい、活性化していくんだろうな。あ、やっぱ生で見られるとかさ、はい、肌感で感じられるというか、だからこう、なんていうの、盛り上がるんじゃないの、やってる子供たちも。もうあそこの球場でやりたいとかさ、あのチームに入りたいとか、なんか身近に感じられるから、はい、いいんじゃない、はい、おー、そういうのがこれにつなが、この数字に、パーセンテージにつながってるのかもしれないですよね。まあ、確かにさ、プロ野球の本拠地っていうのは、はい、人口の多いところには作っていってるよね。はい、うんうん、もう間違いなく集客ということを考えるとさ、はい、でもやっぱそれだけじゃないと思うよね、今さ、はい、16球団構想っていうのがあるじゃない。はい、あと4チーム増やすという、うんうんうん、で4チーム増えるとさ、単純に考えると、はい、プロ野球の選手っていうのをちょっと分散させなきゃいけないじゃない。そしたらレベルがちょっと下がるかなと思ってたの。はい、この勝手な考え方は、うん、数字を出してみるとさ、それだけやっぱこう身近で感じられて頑張れるっていう子がたくさん生まれてくるんだなと思って。そうですね、その将来的なことを見ると、そうですね、
増えてくる可能性ってありますね。だから増えるからって言ってレベルが下がる、うん、分散するから下がるっていうことじゃなくて、うん、逆に野球を目指して頑張ろうという子がたくさん増えるのかなと思って、うん、確かに少子化になってるから、はい、難しいかもわからないけど、でも数字を見るとやっぱ 本拠地をそこに持っていくとやっぱその周り影響力、うん、それが大きくなるよね。そうですね、考えてみると。ゆうたかさん、そう考えると例えばその16球団構想で残りの球団でじゃあどこら辺の地域にあるといいんじゃないかってあります？あ、でもやっぱり沖縄とか作りたいよね。あ、沖縄、沖縄、うん、まあ、四国のやっぱ松山かな。あ、坊ちゃんスタジアムがあるしね。うん、あとはやっぱ新潟でもう一つどこかっていうことだよね。おお、そうするとうまい具合に分散されて、やっぱりそこからこう有望なプロ野球選手がどん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 今後出てくる可能性っていうのは高くなりますもんね。あと沖縄っていうのは身体能力が高い子多いし、はい、四国っていうのはすごく野球王国がこの4つの県はすごい伝統校もあれば、うん、すごい野球が盛んなところもあるしね。はい、まあ、新潟は、うん、まあ、その仙台と対比して、はい、まあ、日本海側じゃない、うん、だけどそっちの方に作ればまたいいのかなっていうふうには考えるよね。新潟のさ、アルビレックスっていうサッカーチームがあるんだけど、はい、J2 なんだけどね、はい、新潟の人はねものすごく熱いんだよ。うーん、地元を応援しようとする、本拠地を持っていったら新潟の人たちっていうのは、はい、多分応援してくれると思うよ、うん、おー、あ、そうなんですね。そうそう、でやっぱ親が応援するとやっぱ子供も感化されて、はい、またその影響力が出てくるというさ、うんうん、で野球のレベルも上がっていくっていう、それを見てみるとやっぱ本拠地がグッと上がってるっていうのはさ、うん、やっぱ肌感で感じられるっていうのはすごくいいんだろうね。そうですよね。ただ問題はさ、このコロナだよ、はい、あ、まあそうですね、もう経済破綻し始めてるからさ、そうなってくるとそこに参戦してくる企業だったりとかが経済的にどうかってことですよね。やっぱ相当スタミナがないとさ、うん、これやっぱ続かないよ。お金もかかることだけど、そうで収穫ができないってなってくるとさ、はい、なかなかやっぱこう厳しくなるよね、参入するのに。でもそれができたら明るい社会になってるよね。そうですね、その地域でみんな、ね、応援しようっていう子どもたちもね、みんな。だから今のコロナの状況じゃさ、うん、とてもちょっと想像つかないし考えられないんだけど、はい、やっぱこう夢はね、うん、そういう夢を持って、ね、できたら本当楽しいと思うし。そうですね、あ、だからそういうことにはやっぱ応援していきたいよね。確かに、その今球団がないそういう地方都市のその県だったりとかそういったところにできると、そこからやっぱり盛り上がって、ここに今乗ってない県も今度出身別で入ってくる可能性って出てきますもんね。まあ、出てくる出てくる、うん、だからレベルもね、俺は上がってくると思うから。あ、逆にね、うんうんうん、逆にね、だから、はい、球打った当初はそうでもないかもわからないけど、レベル的には、はい、うん、でも将来を見据えると必ずレベルは上がってくるよ、うん、その地区地区の。日高さん、もっと野球がハイレベルになってもっとこう、はい、はい、豊さんの喋りはローレベルになってしまいましたが、16球団になることでハイレベルになるんですね。今また酔っ払いになってました。あ、そう、はい、いや面白いと思う。だからそういうことで言われたら、うんうん、どんどんなんか応援していってあげたいよね、そういう構想に関しては。いや、本当そうですね。で、地域でそうやって球団来ればグッズとかね、また地元の人たちも買うだろうし、自分たちでなんとかこの球団を優勝させようって、それが楽天だったりとか日本ハムとか、ね、あのソフトバンクだったりとかが強くなっていったっていうのは、そういうのもあると思うので。だからそれを実現するには、うん、みんなの力でこのコロナから勝たないと、うん、そうですね、ね、
自粛、うん、なんか今はね、うん、今は自粛で辛いですけど、その先にある夢とか、そうこういう女郎球団とか希望とか持てば、じゃあ乗り越えた先にそういう楽しいこと希望とか未来が待ってると思うと、なんかこう開幕しない中でも楽しみって持てますよね。ああ頑張れる頑張れる、そうです ね、はい、視聴者の皆さんもね頑張りましょう、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。